こんな風になるなんて思ってなかった。うちにはテレビがなくてコロナ広まってます。マスクしてください。消毒自粛って騒いでる熱量もあまり感じず流れるように引きこもった。ネットから溢れるニュースを見れば仕事をなくしました。人が信じられません。自殺者が増えました。かくいう私はボーナスがなくなったくらいで変わらない給料にありつき、多少のリフレッシュ期間のようですらあって、日常は変わらずそこにあって、家族も誰一人欠けることはなくて、不幸とかからはだいぶ遠くにいて、なんだか全然普通に生きてる。ライブハウスで音楽が鳴らなくなって、集合住宅ではギターもうまく弾けなくて、スタジオもなんだかカラオケもなんだか気が重い、体が重いのはただ声ただけか。音楽には音楽しかありません。それを言い切る人はきっと強い。私はそれを言い切る自信はない。それがなくても大丈夫ってなんとなく分かったことに正直落胆した。夢、目標、憧れ、焦がした思いは実はそんなもんだったんだなって鼻で笑ったよ。それがないと生きていけないんだ。それに出会えてよかった。希望なんだ。人生の喜びなんだよ。顔を洗う、ご飯を食べる、仕事へ向かう、上司へ会う、同僚に会う、働く、学ぶ、もう難なくこなして、家路を急ぐ、時には寄り道、忘れ物ないか、頼まれ事はないか、エコバッグは忘れず使うこと、あと10分で帰るよ、メールを忘れずに、暮らしを守る母のぬくもり、彼女の優しさ、友の思いやり、普通の暮らし、愛すべき生活、繰り返しのような毎日が一番すごい。誰よりも秀でた才能や知識あればきっとまた違う景色になっただろう。もしもは、もしもの自分に任せておこう。今が一番愛おしい。普通の生活が素晴らしい。音楽だけじゃない人間の音楽はどれくらい強くなれる。彼らに負けない何かがあるなら犠牲を出さずに手に入れる。普通に生きてる人間の音楽を捨てたもんじゃないなんて、何より自分が晴れるように。私が少しだけ自信を持てたこの場所はいつだって憧れがある。平凡な人間に知っても憧れる思いは抱いていいと思う。人生には感動が必要で、ここにはそれがあると思うし、
忘れたくない、なくしたくない。大事なことはいつもここにあるんだ。